エスパルタ軍のケイセとシャガマーガーキロットガシャマー、はい、今日はですね、僕の方からとっても大事な報告があります。はい、はい、実は僕ね、プロポーズしたいと思ってます。イエーイ、エグいって、エグいよね、いな、見てるみんなびっくりするんだよ。いや、マジやばいよ。皆さんに黙ってて申し訳ないんですけど、はい、約2年ほど前から付き合ってる彼女がいるんですね。はい、うん、まあね、メンバーはね、うん、知ってるけど、もちろんもちろん。それを言うと、この前の新居紹介とかなんかちょっとおかしい点とか至るところにねあの時からまあメンバーは知ってましたからそう匂わせるっていう意味でも、ああいう感じの演出にしたっていうのは、おかしいでしょ、一人であのサイズのベッド使ってたりとか、普通はね、家具が女っぽいとか、うん、ありましたけど、うん、同棲してます。はい、うん、実はね、実はプロポーズやな。結婚が決まったわけじゃないやな。いや、決まってないです。彼女も本当に何も知らなくて、うん、もう僕らも年じゃないですか、もう、はい、26歳です。26歳で、見た目26に見えないけどね。まあまあまあ、僕ら若いって言われますけども、はい、実はその僕の彼女も年上なんですよ、2個上で。ババってこと？ババって言うよこれから大事な時でもババアさんって言うんじゃねえよ。年上の女性が好きなんですね。年上の人が好きなんですね。まあ僕はね、ちょっとね、だらしないんでね、しっかりした感じの彼女なんですけど、うん、まあ2年前っていうことは、石川県に僕たちずっといたじゃないですか。うん、もうその頃から付き合ってて、うん、まあずっと遠距離恋愛をしてきたわけなんですよ。はいはいはい。ちょっとお父さんみたいな目で見守るのやめてもらっていい？いや、いいよいいよ、幸せなことやん、話聞こうやん今の彼女との出会いで言うと、付き合いは古くて6年前ぐらいですかね、二十歳ぐらいの時に、当時バイトしてたバイト先で知り合ったんですよ。クアイナね。クアイナっていうハンバーガー屋さんなんですけど、そこで僕がずっと6年ぐらい働いてて、そこになんか入ってきたのが彼女だったんですけど、まあ実は僕昔から YouTube やってたじゃないですか、まあ別のグループとかで。で、彼女自体めちゃくちゃ YouTube が好きで、それこそアバンティーズさんとかめっちゃ好きで、イベントとかも行くぐらい、そういうなんか YouTube の話で盛り上がって、最初はなんか仲いい友達みたいな感じだったんだけど、あ、最初からビビッと来てたわけじゃないんや。そう、最初からビビッと来てたわけじゃない、この人だなみたいなんじゃなかった。そうそうそう、でもめちゃくちゃ仲は良かったんだけど、なんかでもそれこそ就職しないで、人気とか知名度も一切ないけど、力 YouTube 一本で頑張るってなってから、なんか最初友達として支えてくれてた存在だったの。彼女じゃないのに。彼女じゃないけど、まあ、相談とかしてみたり、ヒロとか YouTube やるに当たってた、ね、そうそうそう。例えばその頃ってみんな就職するような時だったから、うん、同世代がね、うん、だからもうで社会からほんと取り残されてる感がすごかったわけ、当時。いや、俺やばいよなみたいな、うん、他のみんなと比べるとマジで底辺な感じだけど大丈夫かなみたいな、うん、だけどなんか誰でも最初はそうでしょみたいな。ああ、その時からクソババの貫禄あったんだ。あ、お前さ、お前さちょっとグーで言っていい？今日うさうさ、辛い時にかけてくれる言葉がすごいなんか的確っていうか、成功のために頑張ってるんじゃないのみたいな、さらっと言ってくれるんだよ、そういう友達の時で。いつの日か心の支えに。そうなんですよ、マジで。もうなんか恥ずかしいですけど、そういう感じで石川行ってからも、最初からこう編集がうまくいくとか企画がうまくいくとかいうわけじゃないじゃないですか。そういう時になんかちょっと話を聞いてもらったりとかして、あれ、もしかしたらこの人は僕の中で大切な人なんじゃないかと思って、もっともしたし、ともし、それが最も愛するものに変わってったわけです。うわぁ、かっこいい。それをぶち殺せば万華鏡。おぉおかしいだろ、万華鏡シャリンガンって言ってまあそういう感じで、最初は YouTube 好きの相談する仲みたいな感じだったんですけど、好意に変わっていったと言いますか、友から愛へ、愛へ変わっていって、まあ遠距離だったんで、最初は本当に電話で僕告白したんですけど、一番やっちゃはいけない、やってはいけないと、まあ会える距離じゃなかったからね。そうそうそう、もうしょうがないなと思って。え、なんて言った？いろいろこう相談とかしてるうちに、好きなんだけどみたいな。まあそんな感じで遠距離恋愛だったんですけど、まあなんとか続いて、向こうも東京来るか分かんないけどって言ってる中で、結局東京来ることになって、それまでね、ずっと待っててくれて、ね、それこそ登録者前のチャンネルで10人とか、もうそれぐらいの時から見てくれてる、一人目のリスナーじゃないって言ってですけど、僕らが今100万人目指して頑張ってるけど、それを一番応援してくれてる存在というか、まあそれでこの前からね、同棲し始めて、そらもう今僕幸せなんですよ、すごくね。心の支えの人とずっと一緒に、そう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 、ストレスフリーで生活してると言いますか。ええな、ええな、ええな、ええな。ガタきてないの、向こうの心身ともに。
いや、来てないよ。何してんだよ、俺は。いや、よかったよかった。そんなヤバい男じゃないよ、俺は。一番今幸せやん。いや、そうなんですよ。そんな幸せな時期にお前は一人でソファーで寝てるんでしょ。そうそうそう。同棲が始まりまして、同棲が始まりまして、喧嘩とかもすることなく、いや、掃除しなくて怒られてたよ。あの、そうそうそう。なんでそっか。いや、喧嘩じゃない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 。俺がもう一方的に怒られたって。そうそう、怒られた。すいません、そこ直すな、マジで。いや、そう、直しなさい。お前、どこからやねん。ということで、彼女もね、年上なんで、まあ、結婚は考えてるとは思うんですよ。それはもう28やろ。28なんで、なんでプロポーズしようかなと。え、その決め手は、決め手はですね、まあ同棲をね始めてね、僕にはこの人しかいないんじゃないかと、ほんとそれぐらいまで今思ってるんですよ。なんでプロポーズして、まあ、彼女を安心させてあげたいなっていうあれもありますし、僕もこんだけ2年間待ってもらって、とうとう一緒に暮らし始めたんで、けじめじゃないですけど、まあこれを機にね、さらにね、幸せになっていきたいと思っても、幸せにしたいということで、うん、これはもうプロポーズするしかないんじゃないかと思いまして、はい、題してヒロトのプロポーズ大作戦、やばい、開催します。ハレルヤチャンス、ハレルヤチャンスです。え、だからこれはプロポーズするところもみんなに見てもらうってことだよ。そう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 。おお、YouTube 史上初じゃん。そう、初だよ。まあそれもあるし、僕もドキドキするんだけど、本当に相手が何て言うかも分かんないから、はい、そうね、ほんま結婚 OK されるかされないかも分からんからね。いや、本当に分かんない、何を思ってるのか。いや、まだ早いって言われる可能性もあるから。そう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 、全然あるよな、今の状況だったら。そうそう、制したてだしね。うん、なんだけど、覚悟決めて、彼女を幸せにするためにも、自分自身が幸せになるためにもプロポーズしようかなと思ってます。いいじゃん、素晴らしいね。子供はいない。子供だ、子供はいない。その辺はね、まあ順序がちゃんとね。そうそうそう、順序ありますしね。まあ僕らはまだ全然忙しいんで、まあ、というわけで、まあ、まあこれから僕がいろいろ作戦を練ってるんですが、まずは僕、あの、親にも言ってないんで、まだ自分の、自分の親に。俺らが初、初プロポーズしようしますって言ったの。大丈夫、親。いや、わかんないわかんない、そこもマジでわかんない。そこでダメって言われたらもうおしまいじゃん。そう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 、なんて言うかわかんない。一応ね、先に言っとかないとね。そう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 、親だ。大丈夫かなって、もう不安なんだけど、とりあえず、まあ、親に報告するところから。それもみんなに見せるの？それも見せます。うわ、ノーフィクション、ガチドキュメンタリー。あ、それこそね、指輪買ったりとか、プロポーズする瞬間まで、なるほど、しっかり皆さんにお見せしたいと思ってるので。うわ、これは視聴者さんも楽しいんじゃない？開くよこれ。これまずさ、まず第一なんかの親じゃん、うん、最終がもうプロポーズで成功するか否か、これ断られてもおもろいで。いや、そうね、どっちに転んでもね。まあまあ、確かこんだけね、こう大々的に言ってね、こういろいろ今練ってますからね、失敗したら笑いもんだわ。それはもうね、笑ってほしい。いや、もうそれは全然笑ってください。 YouTube が一生残るからね。そう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 。というわけで、今日からプロポーズ大作戦がね、4本連続で出されていくので、はい、皆さんぜひお楽しみにしてください。いやー、楽しみすぎでしょ。どんどん進んでいくわけでしょ。そう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 、やばいよ。賛成してくれるかどうか、反対されるかどうか分からないですけど、とりあえずじゃあまず行きます、親のところへ。 OK、 行きますか。はい、レッツゴー。それでは、ヒロトのプロポーズ大作戦、ハレルヤーチャンス、キャノー、ハレルヤ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 。じゃあ行きますか。じゃあ頑張って。 OK、今日は、はい、2人にある報告をしに来ました。早いでしょ、まだ。何言ってんの。